ほっといてください。今日はエッグキャンドル作りに挑戦します。パチ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 。というわけでもうぐでたまにスタンバイしてもらってます。ぐでたま、今日はいつもと違う殻のついた卵のぐでたまです。いいけど、どういうことなん？まあそれはおいおい説明するとして、今から作るエッグキャンドルは手軽にできちゃうアートとしてすごくおすすめなんだよ。どっかからパクったん？人聞きの悪い言い方しないで。いろんな方の記事を参考にさせてもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。エッグキャンドルはアートとしてはもちろん、完成したらろうそくとしても普通に役に立つし、一石二鳥だね。パラペコだったらろうそくの炎を経験付きで消したりするのにも使えるから、一石三鳥だわ。まあ空手家だったらね、確かにそういうトレーニングあるよね。あと空手家だったら手刀で炎も消せそうだから、一石四鳥かも。まあでも空手家だけじゃなくて、いろんな人に作ってもらいたいかな。あと空手家だったら他にも。オープニングで適当に話すのやめて、話進まないから。始まり始まり。というわけで準備するものはこんな感じです。いつも思うけど紹介が雑だわ。作業するときはお部屋が汚れないように新聞紙とかを広げた方がいいと思います。で、まず卵のシュッとしてる方にチリで穴を開けます。チクッとする？チクッとする？痛くしないで。次に反対側のボテッとした方に大きめの穴を開けます。そしてここで中身を抜きます。あら、殻をよく洗って乾かします。ここから先は中身は使いません。え、そうなん？うん、ぐでたまの殻が欲しかったんだよね。いいけど、なんか複雑だわ。見た目じゃなくて中身を評価してほしいわ。そういう話じゃないんだけど。空手家で言えば瓦割れるのに、空手技しか求められてないみたいな。なんでまた空手家の話？何かに例えた方がわかりやすいかなと思って。そんなにわかりやすくないよ。ではここからろうそく部分を作ります。お湯を沸かしてろうそく4本を入れて湯煎で溶かします。ろうそくは細かく割った方が早く溶けます。パラペカだったら拳で砕けるからさらに早いんじゃね。いや、かもしれないけど。ろうが溶けたらろうそくの芯を取り出して、そのうち1本をきれいに拭き取ってまっすぐ伸ばします。熱いから注意してね。熱っ。パラペカだったら多少熱くても弱音は吐かなそうだよね。なんでさっきからずっと空手家の話？気が散るんですけど。別に意味はないけど、手持ち無沙汰なんだわ。言うことなかったら無理になんか言わなくてもいいから。そうなん？わかった、続けて。
礼しました。ここでさっきの殻が再び登場です。2つの穴に芯を通して、小さい穴から出た芯を折り曲げてセロテープでしっかり留めます。そして大きい穴の方を上にしてペットボトルの蓋に置きます。ここでお好みの色のクレヨンを削って溶かしたろうそくに入れます。そうするとほら、ろうに綺麗な色がつきました。ちょっとは喋ってよ。無理に喋んなくていいって言ったから。ごめん、喋ってくれた方がいい。空手家のことでも何でもいいから。次に色のついたろうを卵の殻の中に注ぎます。黒帯の空手家だったら黒のろうにするとよくね。 3,4 時間置いて熱がすっかり冷めたら殻を剥がします。空手家だったら手刀でやるっしょ。するとじゃじゃーん、エッグキャンドル完成。どう、グデ玉。カラテカもびっくりの出来だわ。でしょう、いいでしょう。火をつけるとこんな感じ。超綺麗だわ。で、きっとカラテカも言ってくれるわ。本当？よかった。以上です。